はい。えー、こんにちは。こんばんは。おはようございます。本日はですね、シンクロフードの方を紹介していきたいと思います。まあ、シンクロフードですね、まあ、飲食店向けにですね、求人だとか不動産、食材の仕入れ等のですね、情報サイトを運営している会社になっておりまして、まあ、以前も取り上げさせていただいた会社さんにはなるんですけども、まあ、えっと、状況が以前と大きく変わっていて、えっと、ウィズコロナ、まあ、コロナ時代、まあ、コロナ禍になりましたので、そこら辺も含めてですね、まあ、こちらの会社の方の、えっと、 買った方がいいのか売った方がいいのかとかっていうのはちょっと考えていきたいなと思います。結構仕込み銘柄としては気になっている形になってますね。やってることなんですけども、まあ、繰り返しにはなりますが、えっと、飲食店の運営だとか、えー、携わっている形になってます。えっとまあ 出店、退店サービスだとか、居抜き情報、あと求人系もやってますので、まあ、飲食店のですね、ライフサイフルをすべて網羅している、えー、形になっているので、まあ、ここに登録しとけば、まあ、飲食店開業もできるし、運営もできるし、退店もできるし、求人もできますしって形で、まあ、いろんなところを網羅している、えっと、飲食店向けのサービス業を行っている会社さんになってます。 はい、こちら株価なんですけども、5年チャートになっておりまして、まあ、ピークの時は2018年ですかね、まあ、そこから下落傾向になっていて、まあ、今もコロナという形になるので、株価の方は大きく下がっている状況です。はい。で、えっと、 過去の業績なんですけども、売上高の方はですね、えー、と増加傾向になっております。まあ、しかしですね、えー、EPS の方は減少傾向になってまして、えーと、2016年、17年、18年、19年まで上がっていたんですけども、2020年3月期に、えー、下がりまして、えー、2021年の方も赤字の着地、えー、見込みですので、ここら辺も下がってくるのかなと思っております。はい、自己資本比率は、ね、91.6%という形で、かなり財務的には健全になってまして、有利地負債も0円の解散になってます。 はい、えー、そんなシンクロフードですけども、直近の決算短信ですね、11月12日に出てますので、こちらの方をですね少し解説していきたいと思います。えっと、連月の経営成績ですね、PL 部分ですけども、売上高の方が、えー、昨年10億に対して、今期は5億という形で約半分になっております、営業歴の方はですね昨年2.4億に対して、今期はマイナスの2億という形になりますので、ここら辺で赤字が来ている状況ですね。 えまたですね、えっ、ー、と、利益の方もマイナス傾向になっているのが昨年から引き続きっていう状況になっております。経常利益の方ですね、えー、こちらも同じで、え4杯純利益につきましても、まあ、昨年が1.3億に対して今期はマイナス1.4億という形で赤,赤字見込み。まあ、EPS についても同じですね。という形で、ちょっと今回は、えー、コロナということもありますので、まあ、赤字になるだろうっていうのが見込まれるかなと思います。 次、連結の財務状況ですね。こちらの方は、至って健全という形で、総資産の方ですね、総資産の方を切り崩して、まあ、赤字なので、総資産の方を切り崩して、会社の方が経営しているというのがこちらから分かるかと思います。まあ、具体的にはですね、総資産の方が30億から27億に減ってますよだったりだとか、まあ、純資産の方もですね、27億から25億に減っていて、また自己資本比率としては91.6%という形でも増加している状況です。相手の方は0円予想で変わりなしで、 えー、通期の予想につきましては未定ですかね。開示しないという形になってます。はい。<laughs> そんな感じですかね。一応詳細部分も見ていきますか。こちら定性的な説明なんですけども、まあ、メディアプラットフォーム事業の方もですね、えー、とユーザー数とかは、えー、と19万件、えー、19万件ですかね。 突破しているという状況で、こちらの方は順調にユーザー数も増加していますと。まあ、ただですね、しかし、えーと、コロナの影響になりまして、まあ、出店の抑制だとか、人材活用人材採用活動のですね停滞というのがありますので、えっ、ー、と売上高としては減ってますよっていうのが書かれております。はい、M&A の仲介事業っていうところもですね引き続き進めては、えー、おりますと。まあ 大手の飲食企業のです、ね、大量店舗撤退の影響ともありまして、こちらの方も顕著には推移していますと。まあ、存在件数とかも増えてますよというのがありますと。まあ、ただですね、まあ、案件の方はある,、えー、とあるものの、まあ、タイミング、制約のタイミングというのがですね、まあ、引き続き後ろ倒しになるという形で、まあ、こちらの方もですね、えー、と売上高の方としては損失になっております。まあ、人材紹介系も同じですかね、セグメント損失が出ている状況になってます。 はいで財務だとかキャッシュフローについてのちょうどですね、数字の方を交えて説明させてください。でそんな財務ですけども、まあ、現金および預金の方が大きく減っていて、まあ、流動資産合計としましては、えっと、27億から24億という形でだ、だいたい4億円ぐらいですかね、28億ですかね、これ。4億円ぐらい減っている状況です。固定資産の方はそこまで変わらずですので、資産合計としてはマイナス4億円になっております。 一方、負債の分はですね、もともと負債が少ないという形で、値としては小さい値になってます。はい。で、多くが、えっと、純資産の方にですので、純資産の方も、えっと、どれだ、どれだ、まあ、ここら辺ですかね、株主資本合計とかが減っている状況になっているので、純資産合計も減っていますよとなってます。 はい、以上がバランススイートですねで。売上高の方はですね、えっと、あ、これ PL ですかね。売上高の方は、まあ、半分ぐらいに減っているにもかかわらずですね、販売費及び一般管理費っていうのは変わらずに推移しています。まあ、具体的に言いますと、えっと、広告費、まあ、販売管理費ですかね、まあ、広告マーケティング費用っていうのは、えっと、下げてはいるんですけども、えっと、人件費っていうのはですね、えっと、下げずに、えっと、経営を、えっと、進めているっていうのが、決算の補足説明資料の方にございました。はい。 助成金とかも入ってますね赤字なのではい,っていう形で、まあえー、とまとめますと、まあ、ここら辺の半感品人件費の方が高くてっていうのもある,あるとは思うんですけども今回は、えー、赤字着地となっております。 はい、で次、えーと、キャッシュフローの方ですね。影、ま、響、あ、活動によるキャッシュフローにつきましては、もちろん赤字スタートになりますので、まあ、キャッシュフロー合計につきましても赤字になっています。えー、1.4億からマイナスの3.4億という形で4億円ぐらい差が開いている状況です。投資活動によるキャッシュフローにつきましても、えー、昨年と比べると、 えー、絶対値が下が下ってますね、まあ、有権固定資産の取得っていう部分がですね赤字なので根拠を行ってませんよという形で0円形状になっていて、まあ、その分がないので、えっと、3億円ぐらい減っているっていうのがあります。 はい最後、財務活動によるキャッシュフローですね。こちらの方は、昨年はですね、新株予約権の行使等を行いまして、えー、収入があったものの、まあ、今期はなし。で、一方ですね、えー、自己株式の取得の方は行ってまして、こちらの方でえっ、ー、とマイナスが入っている状況になっていまして、まあ、株主還元の方は、こえっ、ー、とこの 経営が厳しい状況でも、まあ、やっているという状況になってますね。現金及び、えー、現金同等物の増減額につきましては昨年がプラスだったんですけども、今期はマイナスの4億円という形で、まあ、自己資本の方を切り崩しながら経営しているのが分かるかと思います。はい。一応これが報告セグメントの売上高と,、えー、と利益になってまして、まあ、全て、えー、と営業赤字という形になってます。はい。 で一応、パワポなんですけども、飲食店のライフサイクルの方は全て網羅しているのが、えっと、シンクロフードという形で、えっとまあ、様々なものをやっているというのがございますと。で実際にですね、えっと、ここら辺、ユーザー数、飲食店 .com のユーザー数だとか、メ、えー、ディアプラットフォーム事業にある事業者数だとか、求職者数というのは顕著、えっと、に増加している状況になっています。まあ、ただしですね、あの冒頭でも申し上げましたけども、まあ、コロナ禍という形になりますので、 売上高の方がですすね大きく減っております、まあ、ここがですねポイントになっていきまして、まあ、このコロナがどのぐらい続くか分からないという状況の中で、まあ、飲食店かなり厳しい飲食業界ですねかなり厳しい状況になってますただシンクロフードにつきましても、まあ、求人数が減ったりだとか、えっと、回転するお客様が減ったりだとかっていう形で苦しい状況ではあるものの えっと、犬器等の、えっと、サービスも行ってますので、退店っていう部分もですね、まあ、一応、新規のフードにとってはプラス材料ではあるので、まあ、ここら辺をですね、あらかじめ、えっと、想定して仕込むっていう投資家さんもいらっしゃるんじゃないかなと思ってます。で、私もですね、それはありなのかなと思ってはいまして、まあ、ちょっと株価が今は328円って形で、ちょっと赤字なので PR とか PBR とかっていうのはあんまりあの当てにはならないんですけども、どうですかね。 うーん、まあ難しいんですよね。まあ、実際にユーザー数だとか売上高が増えているっていうのと、まあ、財務的にもですね、かなり、あのー、けんあの安,安定しているっていうのがありますので、まあ、今回、赤字の額がですね、マイナスの1.4億円、まあ仮にですね、えっと、赤字額、倍になってえっと3億円だったとしても、現金としてはですね、 実はシンクロフードはかなりあの財務的には健全な会社になってまして22億あるんですね。なので単純に22億を、まあ、赤字毎年垂れ流したとして3億で割ったとしても7年は生き残れるっていうのがありますと。で実際に7年間コロナ続くかどうかっていうとまあ多分落ち着くと思うんですよ7年もあれば。なのでそこら辺を加味すると、まあ、EPS の 戻りっていうのもですね、まあ、今あ、EPS 赤字にはなっているんですけどもあのコロナ前の状況、まあ、少なくとも EPS10 円程度には戻るっていう予想がありますので、まあ、今のうちに仕込んで、まあ、2019年度の株価、まあ、ここら辺ですかね786円とかには EPS10 円でいっていますので、まあ、ここら辺を目指すという形でえっと仕込むっていうのは十分あり,のかありなのかなというのが感想です。 まあ実際にちょっとあの経営とかの方も厳しいと思いますのでまあ多分良くなることはないんですねこの半年ぐらいは少なくともなのでまあそこら辺で大きく下がったタイミングでえロ、ー、シンクロフードの財務が健全だからまあ今のところ何年ぐらいはも7年ぐらいはえっ、ー、と今ある 預金、まあ、現金相当物の方で経営ができるから仕込むっていうのは全然ありなのかなと思います。まあ、なので結論としましては、大きく下がったタイミングで買う。まあ、自分具体的にはですね、まあ、何円とかちょっと申し上げにくいんですけども、まあ、このような形で一気に下がったタイミングの底の部分とかで買うことができれば、えっと、将来ですね、2倍、3倍、4倍になる銘柄ではないのかなと感じてます。はい。ということで、えー、シンクロフード以上です。結構気になっている銘柄ではあるので、 あの皆さんの方もまあ、定点で観測してみてはいかがでしょうか。はい、すいませんありがとうございました。